やじゃじゃじゃ、びっくりした。この野郎、俺の女に何しやがる。びっくりさせんじゃねえよ。ひょえ、なになになに、何が起きてんの今の声は。吉川か。うぅ、ああ痛いよ。やられている。さっきの女の子と歩いてたら突然男たちに取り囲まれて、いわゆるつつもたせみたいなやつか。くそー、あの二人最初からこれが目的だったんだ。なるほど、だから金持ってなさそうなパチプロには用なかったんだな。実際はこっちの方が多分お金持ってるけど。ああ、心の中でいい気味だと思いつつ北総 M、 いや口に出してほしいけどね、心の中じゃなくて。ああ、僕は最初から分かっていたけどね。僕は最初から分かっていたよ。気づかなかった？吉川、吉川は女に慣れてないからな。僕はもう帰るよ。ざまあ、ちょっと社員証落としてたりするんじゃないの。長谷部商事の社員証は、あいつ思い通りの動きしてくれんな。やったぜ、これで今日から僕が吉川博士だ。今日から僕が吉川博士だ。怖い怖い、世にも奇妙な物語みたいな。よし、この社員証とこの背広を着てれば違和感なく。あー、お腹空いてる。合コンの時飯食っとけよ。よし、じゃあもう夜になっちゃったから一旦家で寝て、ホタルイカの黒作り食べる。うん、焼き鳥食べる。いなずし食べる。うん、腹八分。まあ一旦寝て翌日に長谷部商事行ってみよう。よし、思い通りだったぜ。いや、いろいろ流れは思ったんと違ったけど、おおむね思い通りだったぜ。ふう、おはよう。よく眠れたぜ。昨日はいいことあったからな。どうやら地獄の僕、人々があなたを呼んでるようです。ハレンチ要素なくなっちゃったじゃん。あー、でもそっか、ハレンチな服着てないからか。今すっかり会社員だからな、どう見てもね。え、すっかりシャバに出してもいい人間になっちゃったわ。吉川から社員証知らねえかって電話かかってくるかと思ったけど、全然そんなことなかったな。あいつ今焦ってるはずでしょ、会社行けなくて。よし、じゃあ長谷部商事に行ってこよう。高級会社で出社してやろう。はい、どうも、吉川博士、ただいま出社しました。お、何も言われない、すげえ。これが社員証の力。ご苦労様です。ご苦労。いいんだ、かぶり物は。かぶり物と手錠は OK の会社なのね。いい会社だな。今時ないですよ、かぶり物と手錠 OK の会社。それじゃあこの案件は僕が言った通りにお願いしますよ。は、はい、わかりました。ああ、仕事の話をしている。お、なんだ、女性社員と密会している男がいますよ。浦山平社員、副社長はいいよな。あ、ボンクラ息子でしょ。生まれた時から将来が約束されてたんだもんな。きっと今まで悩みらしい悩みなんて感じたこともないんだろうな。君もそう思う？副社長の吉明さんって素敵だと思わない？思わない。どことなく影があってかっこいいのよね。人気もあるんだ、女性社員からは。で、あれ？何しに来たんだっけ？あ、そうそうそうだ、桜子さんを助けに来たんだ。どこに行けばいいのかわかんないぞ。どこに行けば桜子さんに会えるんだ？副社長とアポがあるみたいなことを言えばいいのかな？あ、黒い大きな高級会社について聞く。そんなこと教えてくれるかな？黒い大きな高級会社、副社長のお車のことでしょうか？あ、副社長がどこにいるか聞く。
副社長でございましたら、ただいまは19階の副社長室にいらっしゃるはずです。OK。ボロボロ情報出すな。こんな身元よくわからないやつに。桜子さん、弊社にそのような名前の社員はおりませんが。OK、19階な。副社長が会社の中に女の子を連れ込んだのを見たっていう話があるんだよ。本当だったら大事だよ。2代目だからって勘弁してほしいよ。桜子さんのことだな。こっちは？こんにちは。せっかく来たからね、ちょっといろんな人と話をしてみよう。自分の働いてる職場ながらこの会社の大きさには圧倒されるわ。たまに思うの、私がいてもいなくてもこの会社にとっては同じなんじゃないかって。そんな大企業なんだ。そんな大企業なのによくわかったな。桜子さんという名前の社員はおりませんがって全員の名前インプットされてんの、あの人今年入社した吉川って新人の教育を任されたんだけど、こいつがひどいんだよ。あいつひどいですよね。あ、でも今俺が吉川なんだ。社員証持ってるから。しかも自分では仕事ができると思ってるから余計に立ちが悪いんだよね。もっと言ってやってください。入社できたらいいけれど、こんな大きな会社の中でやっていけるかな。やっぱあいつ無能だったんだな。安心したわ。で、お、19階行けますね。え、20階とか。逆にちょっと行きたくなっちゃうな。違う方行けちゃった。ここはどういうフロアなんですか。長谷部社、あ、社長室があるのか。長谷部社長はただいま席を外しております。いないなら入っていいですよね。失礼します。行けるのかよ。止めろや。すげえ、何あれ、魚拓じゃなくて本物なんじゃないの部屋生臭くなっちゃうよ。うわ、何この壺、割ろうぜ。ダメか。でもこれといって何もないね。社長室簡単に入れたな。もしかして20階社長室だけでワンフロア使ってんので、19階に副社長がいるはず。お邪魔しますよ。あ、でも作りは20階と同じだね。お、宝箱あんじゃん。この甲冑同じのあったな、20階に。作り同じすぎるでしょ。タイトル画面、え、リリー、マジか。あ、嬉しい。不運毒のキャラの素材出ると嬉しいね。後でまた試してみようかな。副社長いる？吉川ってもんだけど。え、前髪宇沢様ですね。違うよ、吉川だよ。お待ちしておりました。副社長が中でお待ちです。お入りください。俺が来るのは分かってたみたいな感じ。あ、これどうなっちゃうんだ。お、同じ鮭飾ってあったな部屋生臭くなっちゃうよ歩き方面白いんだよ。いや、待っていたよ。俺のことを待ってたんだ。前髪くん待っていたよ。思ったより時間がかかったようだね。いやー、ちょっと吉川のやつ手こずらせやがって。遅れてすみませんね。遅れてすみません。すみません。いや、謝る必要は。吉川には言っときますんで、俺から。小川さんを探しに来たのだろう。安心したまえ。彼女なら今頃工場に戻っているはず。そうなの？何しに連れてきたの？でもなんかいいな、この構図。ね、対立してる感のある。彼女への用はもう済んだ。あ、もうあれか。今用があるのは君の方だ。土地を手放すっていうことにしちゃったのかな、桜子さんは。だからもう用ないのかな。なんで俺に用あんの。来てもらったのは他でもない。うん。私はあるパチプロを探している。何？神谷？その男はかつてこの辺りで最も腕の立つパチプロだった。うん。神谷じゃないの？しかしその男は絶対に負けてはならない勝負に負けてしまった。あ、神谷じゃないのかな。当時駆け出しのパチプロなどにね。うん。まあ20年近く前の話だが、ね。誰の話だろう。そのパチプロは名を変え
未だにのうのうと生きているらしい。イヌイとかだったりせんか。奴を見つける唯一の手がかりはパチプロ必殺技だ。何言ってんだこいつ真面目な話してる時にパチプロ必殺技とか言い出しましたよこの人。銀河九天王としかっこいい。その男だけが使える必殺技だと聞く。それもうイカ様ではパチンコにおいて必殺技って必殺なんてあっちゃいけないと思うんだけど、このところパチクの勢いでランクを上げているらしいじゃん。あ、そうなんですよ。もう英語ですよ。私は高額の賞金をかけたパチプロ勝負を用意するつもり。ランキング5位だもんな、もう。うん。君にはそのパチプロ勝負に参加してもらう。え、またなんか大会みたいなことすんの？君が奴を追い詰めることができれば、必ず銀河九天落としを使うだろう。こいつ真面目な感じで何言ってんの？銀河九天落としを使うだろう。奴の勝負を突き止めることができれば、君に報酬を支払う。うん。結局誰のこと言ってんのか全然わかんねえよ。乾かな。どうしてその男を探してるんだ？どうしてその男を探しているんだ？私の大切な人たちを絶望に追いやった。ほう。その責任を取ってもらう。他の手がかりは？そのパチプロについて他の手がかりは？昔の通り名はジャッカルの鉄人。うん。しかしもうその名は捨てたと聞いている。ジャッカルの鉄人、なんとなく乾だとするとなんかしっくりくるんだけど。ただめぼしいパチプロは今回の勝負に招待している。高額の賞金に釣られて必ず姿を現す。そうかな。で、報酬はいくらだ？報酬はいくらだ言い方よ。キャッシュで30万玉用意しよう。なかなかの大金。まあ社長の方が稼げるけどこれでもね、これでも社長マネーの方が上なんだけど。でもこれは確かに高額。小川さんに何をしたんだ？小川さんに何をしたんだ？あ、そうだそうだ、桜子さんのこと忘れてたわ。小川さんからは貴重な情報を提供してもらった。うん。どうやらこちらに誤解があったようだ。え？強引に連れてくるような真似をして申し訳ないと思った。あの、なんかこれは本当のこと言ってそうだな。とりあえずこいつが欲しい情報は引き出せたんだ。最後2択？でも断る理由あんまないな。断ってなんかめんどくさいことになってもあるらしい。その依頼引き受けよう。やったら。よろしく頼むよ。勝負は明日の昼。昼？あ、結構早いな。原駅前商店街の銀玉会館で行う。うん。それでは今日は帰りたまえ。明日の活躍を期待して。銀河九天落とし。なんかピンとこなかったけど、やっぱ乾いな気がしてならないな。その男、ジャッカルを追い込んで銀河九天落としを使わせる。それに成功したら30万玉もらえると。その後やつは面白いことになる。自分がかつて犯した過ちの重さをな。あ、でも別になんかウザオにとって悪い話ではなく、誰見ない顔だが、社長吉明、あ、いや副社長の部下かね。そんなとこですね。吉川という社員です。ああ、もう全部前髪名乗るのかよ。なんかいろいろな責任を吉川に押し付けてから逃げたいな。はい、副社長の腰銀着です。自分で言うとは面白いやつだ。ウケたぞ。長谷部社長、そろそろ行きませんと。ああ、そうだったな。君は修羅場をくぐってきたようだな。いい面構えをしている。わかりますか？パチプロですか？オタクも。うちにも君のような社員がいたと。腰銀着だったね。そうです。腰銀着の前髪と、前髪、いや、吉川と申します。覚えておこう。あれ？社長に覚えられちゃった。ストーリーまだまだ続くのかな。副社長はただいま打ち合わせ中です。入室はご遠慮ください。そっか。じゃあ今日のとこはこのぐらいにしといてやるか。明日の
明日の昼にパチンコ勝負。それまでまあストーリーは動かないんだよね。じゃあまたいろんな人に会いに行ったりしようかな。どうしようかな。明日の昼に勝負だから、しっかりね、明日の朝までにコンディション整えておかないとね。じゃあどうしよう。じゃあどうしよう。これから吉川から何の連絡もなかったな。俺が社員証持ってんのに。まあせっかく出玉町にいるし、こいつとは話しとくか。ん？あれ？あ、違う人になってる。あいつもあのねえ、渡したタウンワークで新しい仕事見つけたのかな。ホールスタッフ、霧島ならもうやめたよ。パチンコ屋の店員じゃ役不足なんだとさ。駅前でビッグな仕事を見つけたらしいけど、一体どんな仕事を始めたんだか。え、駅前？じゃどこだ？駅前。出玉駅の駅前っていうと、ねえ、やっぱりデパートに目が行くけど、あいつもデパートで働いてんのかな。ちょっとアリサさんにも会いたいし、デパート入ってみるか。あと宝くじ売り場とかあるよな。あ、宝くじ、ある意味ビッグな仕事なんじゃない。大金は動くからな。こんなやつだったっけ、宝くじ屋の店員って。あ、霧島じゃねえか。やっぱりビッグな仕事でなんとなくピンときたわ。よう、いらっしゃい。あんたのおかげでいい職場が見つかったぜ。ありがとう。本当に満足してるか、この仕事に。どういう基準でここを選んだの、聞いてみよう。ちょっとお礼もせびりたいとこだけど、どういう基準でここを選んだんですか。何、今の俺にとってここが最高の職場だったってだけのことさ。待ってろよ、すぐにビッグな花火を打ち上げてみせるからよ。そのうち当選番号の発表があるぞ。その時にくじを持ってくるんだぜ。え、なんかこいつが売り場にいる状態だと特別なものが当たったりすんのかな。今月曜なんだけど、水曜と土曜だよな、当選発表。まあ寄ることがあるとしたら2日後だね。ちょっとまた行ってみよう、当選発表の時に。でデパートにも来てみたけど、そういえばアリサさんのイベントってその吉川にマウント取ったとこで終わったんだよな。質屋の親父が言ってたこととちげえぜみたいなこと言ってて、質屋のとこに行かないと、ああ進まないかな、このウェディングドレスとか指輪の話前も聞いたもんな。ごめんなさい、降ります。エレベーター乗って階移動しないで降りるやつなかなかいないからね。すいませんね。じゃあ八原町で質屋寄ってみようかな。あ、ここだよな、質屋って。おっす。あ、なんか宝箱あんじゃん。ここ来たことなかったな、ほとんど。ドル箱を手に入れたら、よし。おやじ、何を見てほしいんじゃ。アリサがここに来なかったか聞く。なんじゃ、あんたもうちのお得意さんの話を聞きに来たのか。え、お得意さんなの、あの人。この前も若いのが吉川だな。吉川が血相を変えて駆け込んできて、その名前を出しとったよ。どうやらあの若いのを随分と貢いでおったようじゃな。話を一通り聞いたら青い顔をして帰っていったよ。ああ、なるほど、吉川がアリサさんに貢いだものが全部七に入ってたんだ。え、ひょっとして俺がプレゼントしたハイヒールとかも七に入ってんのかな。じゃがあの若いのまだ懲りておらんようじゃの。この前も例のお得意さんがわしのやつハイヒールとドレスを持ってきよったんじゃ。愚かじゃの、自分が騙されたことを認めたくないんじゃろうか。なんてこった。あー、これでまたアリサさんのところを訪ねたらちょっと話が変わるのかな。あー、そっか、持ってるものを売ったりできんのか、質屋は。なるほどね。
じゃあまた次回アリサさんのとこ行ってみようかな。まあ今回は時間的にこんなもんで終わりかな。まあ桜子さんも工場に戻ってきてるらしいから話しかけに行きたいけどね。まあそれはまた次回のお楽しみにしようかな。あれいねえじゃんユータ。あ、ユータも工場帰ってったのか。おばさん、ユータどうした。なんだい。おはようございます。ノリオは大丈夫なのかしら。じゃねえ、ユータどこ行ったんだよ。そういえばもう背広は脱いじゃってもいいんだよね。うん、落ち着く落ち着く。ちょっと今雨降ってっからさ、濡れてもいい服装にならないと。でね、今つかない町に来て一旦ここで動画撮るの終わってたんですけど、まあこれ最近よくあることだけどさ、編集してみたら思ったより動画の時間が短かったんで、まあ桜子さんにぐらいちょっと話聞いとこう、終わる前に。あ、いるね桜子さん。大変だったでしょう。ちょっと高いとこから話しかけちゃった。あ、前髪くん、ただいま。ただいまじゃないでしょう。え、どういう感じで捕まってたの。会いたかったよ、すごく会いたかった。そう、私も会いたかったよ。ジュンソー、もう自転車の色。え、もっとなんか話すことあるでしょ。だってあの副社長なんかもう桜子さんは要は済みましたみたいなこと言ってたからさ、なんかその副社長が欲しがってる情報を聞き出されるなりなんかはしたわけでしょ。工場が火事になってご近所の人たちに迷惑をかけちゃったな。特に浅野さんな、養鶏所の。近所を回ってみたけど、うちが火事になったばっかりに。いやー、桜子さんが責任感じることじゃないよ。自転車の色を変えてもらう。いやー、もっと話すことあるでしょ、絶対。そっか。じゃあもう本当に、その翌日の副社長主催のパチンコ大会が発生するまでは、何も進まないんだね。できることないのかな。乾とかも何も言わないのかな。ちょっと乾っぽかったんだけどな、副社長が探してるやつ。話だけ聞くと。パチンコ大会知ってる。山の上旅館の鷲塚に会えたようだな。あー、変わんねえわ。何もできることなさそうだね。何でもないしかないもんな、選択肢。そっか、じゃあ今できることないか。まあでもせっかくつかない町来たし、ちびっこハウス寄ってこう。アイさんのイベントは、あ、そうだ、なんか募金箱をさ、あ、変わってる。あ、募金箱を美味しそうにしたらどうだろうかみたいな提案したんだっけ。募金箱の上にほかほかのお肉乗ってんじゃん。魚とフルーツの絵描いてあるし、箱にも。これでいいのか。美味しそうな募金箱って骨付きの肉が乗っている。これ見て募金しようと思うやついるかな。アイさん、いやー、うまいことやったね。募金箱見てもらいました。子供たちと作ったんですよ。お金が入ってるかな、楽しみだわ。ポジティブ、手応えありの感想じゃん。あれで手応え感じてんのか。これ募金してやんないといけないね。前髪さん、こんにちは。お前が俺に26万あっさり返しちゃうから愛さんが困ってんだよ。ああ、募金してやるか。美味しそうな形をした募金箱だ。嘘だろ。美味しそうな形ではないでしょ。ちびっこハウスの募金箱に持ち玉を入れますか。まあ10万ぐらい入れといてやるか。またさすがに全持ち玉を入れるわけにはいかないけど、こんだけ入れたらまた翌日喜んでくれるんじゃない。前髪さんのアドバイス通り美味しそうにした甲斐がありましたって。ああ、明日また喜んでもらえるのが楽しみだな。よし、
じゃあそうだな、今できることなかったわ。追加でちょっと動画撮り始めてみたけど、うん、一旦セーブして、じゃあ終わりにしましょう。じゃあまた次回までに、うん、コンディションを整えておこう、そのね、パチンコ対決に向けて。で、翌日まで時間を進めておいて。で、セーブしましたけど、最後にせっかくだからあれ見よう。タイトル画面の素材。うん。これ今、桜子さんにしてあるけど、リリー手に入れたんだよな。はい。サム。そう、ベビーフェイスと肉体が釣り合ってねえんだよな。いつも思うんだけど、こいつ見ると。で、マリンちゃんのハワイモード、あ、かわいいかわいい。マリンモード、海モード、これがデフォルトかな。で、桜子さんとリリー、あ、水着だ。いいじゃん。でも桜子さんの方がいいな。なんでだろうな。別に桜子さんに水着になってほしいとは思わないんだけど。で、背景も変えられるんだよね。あ、これ天狗議長じゃん、ネオン街。あ、八原町の銭湯だ。あ、風雲録の中の場所が出てくるの、いいな。天狗議長にしよう。で、小物、あー、なるほど、こんなも変えられんだ。これもう動画見てるほとんどの人がどうでもいいと思ってそうだけど、タイトル画面なんて普段見せないから。これにしたらほとんど隠れちゃうじゃん、背景。じゃあこれで。あれ、でも結局リリーにしなかったな。一瞬しかリリーにしなかったわ。やっぱ桜子さんがいいよね。はい、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。